1955年頃の琉球銀行琉球銀行は、米軍占領下の琉球において、通貨、金融政策を担当する機関として、1948年の米国軍政府布告第1号琉球銀行の設立によって設立された特殊銀行である。現在の株式会社琉球銀行の前身の銀行である。1945年の沖縄戦で、 沖縄県下のすべての銀行は、機能を失ったため、占領に入った米軍は1946年5月に沖縄中央銀行を設立した。また、奄美、宮古、八重山の各諸島にも銀行を設立した。しかし、戦後インフレの抑制や通貨統一のため、1947年に、米国軍政府はこれらの銀行の統合作業に着手。 九百四十八年一月二十日、琉球銀行条例及び不足が制定され、第一回理事会で琉球銀行の役員が選出された。九百四十八年五月一日、米国軍政府令に基づき、琉球銀行は特殊銀行として設立された。初代総裁は池畑麗里、設立時の本店所在地は那覇市東町一丁目十番地でた銀行の建物を、 緊急補修して本店とした。当時の琉球銀行は株式の51%を米国民政府が保有し、当初は一般銀行業務の他にも通貨発行権金融機関の監督統制権など中央銀行的色彩が濃くアメリカの連邦準備制度やフィリピンの中央銀行をモデルにしたと言われている。しかし行政機関の整備が進み、 琉球政府の前身として、琉球臨時中央政府が発足すると、他金融機関の監督党政権が削除され、琉球政府が正式に発足すると納税義務の免除も解除。銀行権発行の権限も一度も発動することがないまま、B 円からアメリカドレの通貨交換を前とした1957年に削除、同時に不動産債権の発行権も放棄した。 さらに1958年には独占的に持っていた外国為替業務も他金融機関に開放され次第に商業銀行的性格が強まっていったそれでも米国民政府や琉球政府の水筒事務を取り扱う唯一の銀行であるとともに貨幣流通の受給調整権限を持ち機関産業に資金供給するなど琉球金融界のリーディングカンパニーとしての役割を 果たした。日本に復帰する1972年、米国民政府は保有する全株式を住民に売却し、復帰3日前に銀行法に基づく普通銀行、琉球銀行に転換し、本土復帰を迎えた。ありがとうございます。